10月26日、JYP ショップオフィシャルの公式ツイッターから、NMIX ファーストオフィシャルアパレル MD というコメントと一緒にグッズの画像が公開され、そのデザインが話題になっています。10月28日の11時から予約販売開始ということですが、デザインが微妙すぎる。本当にこれ NMIXのグッズ？泣く。とファンからはデザインが微妙と厳しい声が多く上がっています。虫をイメージしたキャラクターが描かれているので、確かに万人受けではないように感じるデザインですよね。NMIX の困難に直面してもゲームのように楽しみながら積極的に立ち向かう姿からインスピレーションを受けて誕生した。茶目っ気ある好奇心あふれる姿を、身近なようで少し違和感を感じる小さないたずらっ子のキャラクターに、ガなどの多数の動物イメージをミックスしてビジュアル化。と公式からはグッズの説明がありましたが、公開されたグッズの T シャツやスウェット、パーカーの虫の幼虫イメージのキャラクターのデザインに不満が出ています。もちろん、可愛いという意見や推しのグッズだし、買うという意見もありますが。が、解雇、センスどうしようもないな。塩味好きだけど虫無理だから買いたくない。など、女性アイドルグループのグッズにはなかなかないデザインで、ファンも困惑気味、またサイズもワンサイズのみという点にも不満が出ています。ヨジャグループは最近ルセラフィムやエスパ、アイブなどステージ衣装なども好評でセンスがいいと言われているグループが多い中、JYP の衣装に対しては厳しい意見が多いですよね。JYP は先輩の TWICE の衣装が下着みたいだという声やダサいという声が多くあったり、センスが微妙と思っているファンも多くいますが、JYP の悪い癖出てる。なんでこうなったかん。JYP ほんと NMIXの大事な時期なんだから。と今回の NMIX のグッズでも JYP に対して不満が出ている状態です。グッズの売れ行きなども気になりますね。